そうか。何？数学的機能法です。ドミノ倒しのように次々と法則が成り立つことが証明できるんです。ごめん、わかんない。マジっすか？うん、わかんない。まず昔のフレンチトーストが今のフレンチトーストに進化したという歴史がありますよね。同じようにお母さんの子羊料理を K 番目とするとランナさんの子羊料理は K プラス1番目となります。 K プラス1番目。はい、そのどちらも進化した料理として成立している今、この先誰かが作っていくであろう K プラス2番目や K プラス3番目もきっと進化していく、そんなイメージです。わかんない。あ、マジっすか？あ、だから要するにこれまでの食文化を変えてきたのが時代なら、これからの食文化を変えていくのも時代ってこと？そうです。なるほど、フレンチトーストか。ランナさん、やりましょう。ドミノ倒しです。どういうこと？説明します。わかるようにね。はい。